8人が死亡し2人が行方不明になっている宮城県丸森町では捜索が再開されました。丸森町では山間部の複数の場所で土砂崩れが発生し、依然2つの地区では合わせて2人の行方が分かっていません。昨日雨による二次災害を警戒して中断された捜索は今日午前に再開され、このうち小安地区では警察と自衛隊など合わせておよそ150人が重機やスコップを使い土砂をかき分けての捜索を行っています。とりあえず早く見つかってほしいっていう。この場所には住宅1軒があり、当時4人がいたとみられていますが、家は崩れてきた土砂で押し流され、これまでの捜索で3人の遺体が見つかっています。